皆さん、こんにちは。今日は最終話が近づいてきたフジテレビ木曜劇場ドラマ大奥の知られざる松平定信の恋と罪の真実に迫ります。父徳川宗武にお前は誰が何と言おうと、八代将軍吉宗公の孫であり将軍家の血を引く後継だと言われ、あらゆるものを奪った徳川家春への復讐が始まりました。どこまでが史実なのかは不明ですが、徳川家春家の多すぎる謎の死は史実です。松平定信の歪んだ復讐と多すぎる謎の死をドラマではどのように描かれるのか、考察しながらご覧いただければ幸いです。さあ時を遡り江戸時代へと旅をしましょう。1754年、智子と徳川家春の結婚。まずは智子と江戸幕府第10代将軍徳川家春との縁組です。智子は第113代東山天皇の孫にあたり、皇族としての高い地位を持っていました。一方徳川家春は幕府の長として日本を統治する立場にありました。この二人の結婚は皇室と幕府との間の政治的な結びつきを象徴するものであり、当時の社会において非常に大きな意味を持っていました。縁組が決定したのは1749年2月、智子がわずか11歳の時でした。この時夫の家春は12歳です。そして翌年、智子は京都を立ち、多くの人々の期待と注目を背に江戸へと旅立ちました。その後1754年12月に両者の婚礼が執り行われ、智子は新たな生活をスタートさせました。このチャンネルではドラマ鑑賞がさらに楽しめるような日本史雑学などを今後も語ってまいります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。2、1756年、千代姫の誕生と短い生涯。江戸時代中期に生まれた智子の長女千代姫の誕生とその短い生涯です。ドラマでは松平定信の陰謀で流産という悲しい結末でしたが、史実では以下の通りとなります。1756年7月、智子は家春との間に長女である千代姫を出産しました。この出産は将軍家にとっても重要な出来事であり、多くの期待が寄せられました。しかしこの幸せは長くは続きませんでした。なぜなら千代姫はわずか2歳でこの世を去ってしまったのです。この悲しい出来事の背後には当時の医療技術の限界や子供の死亡率の高さがあります。3、1761年、次女万寿姫を出産。智子は1761年8月に次女万寿姫を出産しました。この出来事は智子の人生において大きな喜びの瞬間であったと言えるでしょう。しかし智子は2度にわたる女の子を出産したため、男の子を産める可能性が低いとみなされ、お千穂、お品の側室が決まります。4、1762年、長男徳川家元の誕生。田沼意次の推薦で側室となったお千穂と家春の間に1762年10月25日生まれた徳川家の長男家元、幼名竹千代。幼い頃から家元はその聡明さと文武両道の才能で注目を集めました。学問に勤しむ一方で武道にも優れた才能を示し、将来が有望視されていました。竹千代が智子に松ぼっくりを2個渡し、妹千代姫の分といったシーンはとても好きなドラマエピソードです。特に注目すべきは、彼が成長するにつれて政治に関心を持ち始め、特に老中田沼意次の政治を批判したことです。この批判は単に政治的見解の相違からではなく、当時の幕府政治に対する深い洞察に基づくものでした。これは家元がただの武士以上のもの、すなわち政治家としての資質を持っていたことを示しています。5、1762年、お品と定次郎。お品が次男定次郎を出産したのは1762年12月19日のことでした。しかしこの幸せな瞬間は長くは続きませんでした。定次郎は生後わずか3ヶ月でこの世を去ります。この出来事は母としてのお品にとって計り知れない悲しみをもたらしました。6、1771年、智子の生と死。智子はその短い生涯で数多くの困難に直面しながらも、女性としてまた一人の人間として尊厳を持って生きた人物でした。1771年8月、
彼女の死は34歳という若さで迎えられました。彼女が生きた時代は政治的にも社会的にも大きな変動期であり、智子自身もまたその渦中で様々な試練に直面しました。しかし彼女はそれを乗り越え、自らの信念を貫く強さを見せました。彼女の戒名、新官院連十二位上連勝大師には、彼女がどのような人物であったか、その生き様が色濃く反映されています。さらに、彼女が葬られた江戸上野の寛永寺は、彼女の死後も多くの人々が訪れる聖地となり、彼女の遺徳を偲ぶ場所として、今に伝えられています。1773年、万事姫と婚約者の死。1768年に万事姫は、江戸時代中期の尾張藩の正室、徳川春吉と婚約しますが、1773年2月に結婚することなく、若くしてこの世を去ります。春吉もまた、家督相続前の1773年に、流行り病で亡くなります。この二人の若死には、当時の医療の限界や、流行り病の恐ろしさを物語っています。1778年、お品死亡。1778年10月27日にお品はこの世を去りました。墓所は上野にある病院にあり、戒名は陽蓮院、明海新下内氏と言います。お品の生まれた日が不明なため、享年も何歳か不明です。9。1779年、徳川家元の死。彼の人生は1779年2月、わずか18歳で突如として終わりを迎えます。鷹狩りの帰り、品川の東海寺で体調を崩し、そのわずか3日後にこの世を去ったのです。彼の死後、毒殺説が囁かれることとなりました。これらの説は、家元の将軍就任を恐れた田沼意次によるもの、あるいは一橋家が彼を排除して嫡男豊千代、後の徳川家成を将軍にしようとしたものなど様々です。10。1786年、徳川家春の最後。徳川家春、第10代将軍として知られるこの人物は、1786年8月25日にこの世を去りました。享年50歳でした。死因は脚気昇進。つまり、脚気による心不全と推定されています。しかし、家春の死にまつわる背景は、単なる病死以上のものがあることを、今回は詳しく解説していきます。まず、脚気昇進という病が、家春の命を奪ったこと自体が、当時の医療水準や生活環境の問題を浮き彫りにします。脚気はビタミン B1 不足によって引き起こされる病で、主に食事の偏りが原因です。将軍である家春が、なぜこのような病にかかったのか、その理由を探る必要があります。家春の死に至る背景には、当時の政治状況も大きく関わっています。特に、家春が危篤状態に陥った後に、流布された田沼意次による毒殺説。田沼意次は家春の信頼を得ていたが、彼が推薦した医師が処方した薬を飲んだ後に家春が急変したことから疑念が投げかけられました。これは反田沼派の策謀とも関連しており、家春の死が政治的な動きに利用された可能性が指摘されています。実際の例として、家春が死去した後1ヶ月ほどその事実が秘されたのは、高貴な人物の死が一般に知らされる前に必要な準備期間とされていますが、この間に田沼意次が失脚、家春の死去が政治的権力争いに影響を与えたことがうかがえます。11。1788年、田沼意次の失脚と死亡。徳川家春家とは関係ございませんが、田沼意次の最後にも触れたいと思います。田沼意次の人生における最も大きな転機は、間違いなく失脚でした。ではなぜ彼はそのような運命をたどることになったのでしょうか。この部分ではその背景に迫り、田沼意次がどのようにして権力の頂点から転落したのかを詳しく見ていきます。まず、田沼意次の失脚の背後には複数の要因が絡み合っています。その核心には政治的対立がありました。意次は長年にわたって権力を握り、経済政策や文化政策で多大な影響を及ぼしましたが、その結果多くの反対派を生み出しました。特に反田沼派や一橋家、徳川春貞といった勢力は、意次の政策や権力の集中に強く反発し、その失脚を画策していたのです。1786年、
田沼意次は突如として老中を辞任させられ、弾丸詰めに降格されます。これは当時の将軍徳川家春からの信頼を失い、政治の表舞台から遠ざけられたことを意味していました。その後家春時代に加増された2万石を没収され、大阪にある蔵屋敷の財産や江戸屋敷の明け渡しも命じられました。このような処分は意次がどれほど深刻な政治的危機に瀕していたかを物語っています。田沼意次の死は1788年6月24日に江戸で訪れました。享年70歳でした。彼の死は一時代を築いた政治家の悲しい終焉として後の世に語り継がれています。最後に松平定信と智子の関係についての歴史的な事実はドラマ大奥の描写とは一部異なることが示唆されています。史実では松平定信は智子の長女、千代姫より年下であり、恋愛関係にはなり得ない関係であった可能性があります。またドラマでは松平定信は家春のいとこであり、父徳川宗武の異名で家春一家の根絶やしを企んでいたとされています。松平定信が悪役として描かれていますが、史実ではその姿勢や功績が認められ、幕府の老中主座に就任するなど異なる側面も存在しています。このようにドラマと史実の間には一部の相違が見られはいたしますが、一緒に最終話まで楽しみましょう。この動画を通じて大奥のドラマをさらに楽しめるきっかけになりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントや高評価、好きな歴史のエピソードなどを教えてくださると嬉しいです。ありがとうございました。